さあ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして解説は徳本さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて今週はですね、奈美ちゃんがですね、なんとなんとライトソルトゲームの伝道師豊西和則さんとですね、和歌山県の田辺湾内でなんとなんとバチコンアジングに挑戦でございます。バーチカルコンタクト、略してバチコンですね。そうですね、はい、手紙始められるのでね、初心者の人におすすめですよね。ですね、はい、まあ、この寒い時期に狙えるターゲットがあるのはありがたいですね。今和歌山よく続いてるらしいですね。ですか、はい、じゃあ行きましょう。 VTR スタート。さあ和歌山県にボートアジングをしにやってきました。今回ご一緒していただくのは豊西和則さんです。いや、私久しぶりの海ということで、初バスならぬ初アジを目指して頑張ります。では行きましょう。あちらの方ですね。お久しぶりです。ご無沙汰です。今日はよろしくお願いします。今日はアジングですね。そうですね。ズバリ釣れますか？大丈夫でしょう。時期的な感じは、これからなんかね、はい、シラスがベイトらしいんですけど、はい、それをバンバン食べて油が乗ってすごく美味しい魚体になってくるらしくて、でこれからもっとどんどんサイズが大きくなってくるっていう話です。はい、そういう話なんですね。そうそうそう。じゃあもう今日は絶対可能性があると。もう絶対間違いない。じゃあそのプリプリのね、そう、美味しい味を目指して、ね、はい、今日は一日よろしくお願いします。お願いします。感動。最後何て言いました？よしよし、はい、ごめんごめん。アジはまだ少ないね。今日釣ったらめっちゃ勝つよ。じゃあ50。え？ 50 匹。まあ、目標は高いんだけど。僕は釣れたから。ちょっと顔引きついたよ。50匹。はい、じゃあここから行きます。今日は20を始めました。今日は簡単にできるアジングね。おかっぱりのジグタンアジングを普通にやってはる人が、はい、いるのはこれだけ。はい、こっち回転したら、はい、糸がよれてトラブルになるから、それを回避するためにこのトーリングサルタンというのがあって、船長さんの言うことはもう絶対聞いた方がいいから、クリアケがええと、はい、で今日持ってきたのは、はい、ギムレットの、はい、2.5 インチと2インチと、はい、でクリアケで、まあ、こういうラメが入ってるやつがええということ、はい、でこれはどんぐらいとか、はいはい、そういう系がええらしいですよ。あ、そうなんですか。うん、好きなやつ。え、これ色って結構大事ですよね。ここから2メートル勘で。私青が好きなんで青。いったなこれ。僕はじゃあ赤でいくわ。赤で、わかりました。あ、いや、黒でしょ。悩みますよ。黒で、はい。多分これええと思うよ。あ、ですか。やっぱこっちよ。どんだけ。なんか私も買いたくなりました。いや、ボールがええって。ちこちしょ。いや、本当はこれしたかったやつ。あ、じゃあ私じゃあこれがいいです。ダメ、まっすぐ刺さないとダメなんですよね。絶対刺さないよ、まっすぐ。わかりました。これってちょっと曲がったりしたら回転したりするんよね、はい、で越えへんし、糸がグリグリ寄れてしまう原因にもなるから、はい、ここだけ気をつけて。分かります。重り10号にギムレット 2.5 インチでやります。簡単に言うとダウンショットリールです。でとりあえず1回底取って、はい、これ最初に一番底まで落としてベール返して、そうそう、でもう当たらんかったらどんどん上に上げていくって感じですか？いや、だいたい5メーターぐらいまでがレンジらしいで、はい、船長の話は、はい、でということはこれリール1回転でだいたい70センチぐらい、はい、ということは、5回巻いたら3メーター50やろ、はい、7回で5メーター4メーター50、はい、だ7回ぐらい巻いたらもう、またそこに落とす。わかります。その繰り返しをずっとする。そういう繰り返し。こうやって竿先を動かしちゃダメなんですよね。竿先動かしちゃダメなんですよ。かめへんよ。だからかいいこうシェイクね。シェイクとかもやっていいですか？かめへんよ。だからずっとこうやって動かしてたら怖へんから。はい。こうは、まあ、こう一回やってこれでもええよ。でピタッと止めて、はい、5秒間待つとか。はい。いろいろやってどれが当たりかっていうのが。はい。そういう作っていくのもまだ面白い。楽しいですよね。釣れたらな。釣れたら。そう。私また当たっ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 た当たりました。いや、これはもう売ってるよ売ってるやん。え、これ前で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 。これ平常心でもう開け続けたらいいですよね。おお、
マイク巻き続けて普通に。普通にね、はい。大丈夫大丈夫。初。なんと初アジ。アジバチコンいった感じです。これでサメとかじゃなかったら。アジアジ来た。よっしゃ。ありがとうございます。おめでとう。やった。やりました。あるでしょ。ごめんなさい、こっちや。やりましたね。ありがとうございます。作っていただいて。いやいや。ファーストヒットです。爆笑の予感ですね、これは。爆笑。これね、はい、素材が割としっかりしてるから、はいはい、ずれにくいし、切れにくいね。うまいことやったら、これ20分ぐらいずれて1本で。とてもリーズナブルです。なかなか買ったら、から、どん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 でしょ。ちょ皆さんの分もね、釣るんで。そこじゃないんですけど、そこからあの7回巻く間です。よっしゃ。そういうことだ。今度は私が救う番ですね。いや大丈夫。そんな大きない。あ。あらららららこの時に、はい、ワームをちゃんとチェックすることね。はい。ちょっと私もちょっとチェックしておきます。今。認知に変えて明らめにしたら一発。なんで変えたんでした。さっきのシルバーで釣れなかったから。ああ、もうローテーションでどんどん回していくんです。船長の言うことはもう一枚だから。いろいろ変えてください。例えばほら、レストラン食べ終わったとか。はい。誰も取ってなかったら取りにくいやろ。いや無理ですね私。でみんなわーってなってたら、はい、こうみたいなあるやん。もう引きつけすごい。これはあの殺気を抜く戦法ね。絶対にこの糸から伝わるから。網ほら、あれシラス見える？あ、見れます。あれが餌。こんな小さいの食べてるんですね。そう、まあ、動かすのはアピールするだけやから、はいはい、ピタッと止めた時に食ってもらわなあかんから。お見た。見えました。あの、ダンってなったのは見えました。グンってなったのは今、上げて落とした時に食ったね。すぐってもらおう。あ、見えなかなか網の下に行ってました。ありがとう。え、すごい。ガッチシ行ってますね。ここにかかったら取れへん、ね、はい、一番硬いとこやから、はい、でアジはこの辺が柔らかいの、ね、なんかもう薄い膜や。うわ、確かにもうこれ折れます、ね、はい、ここにかかるってことは、はい、噛んで横向いて逃げようとした時にかかる、はい、でここにかかるのは、はい、最初にコンってスーッた時に、はい、合わせてるから。あ、釣ったからめっちゃ言うな。まあ今回使ってる竿は、はい、ソルティ生成時のネオっていう、はい、でこれもおかっぱりで大体使う竿なんやけど、はい、結構だからパリパリの竿じゃなくって、はい、ちょっと素材をもちっとした素材にしてるから、はい、だからこれ先がソリッドで、はい、ものすごい何ていうかグーッとこうちゃんと入ってくれる、うん、まあ、感度はめっちゃいいから。確かに当たったってすぐ分かります。そう、分かる。私でもそう、はい、すごい竿だ。じゃあ私はリアをチェンジします。でこちらジグータンなんですけど 0.3 キロぐらいの豊西さんのオリジナルのやつを使わせてもらいます。でルアーはもうさっき豊西さんが釣ってはった2インチの赤に変えました。もうガチガチの太い糸を使わないのは、はい、このタックルの繊細さにある。あこれ、ここを見てほしいというここ見てほしい。え、これいいんですよね、結構前のところに。これそこがあったら取れへんね。角度があれなんです。そう、ほんまはこうなんです。そう。ほんまはこうなんです。
いや、おもろいですね。おもろい。富豪さん、これは開始早々爆鳥の予感がしますよ。そうですね、はい、いいサイズですよね。出てますよね、はい、聞きましたらですね、カラーですね、ルアーのね、このクリア系でラメ入り、そしてノングローが良いと、光らない。この辺は毎日海に出てる船長さんのアドバイスが重要ですよね。そういうことですね、はい、日によっても変わりますからね。木村っちゅうのがございますからね、はい、あと本当に簡単そうな感じな釣りそのものは、いわゆるダウンシャットリークですよね、はい、シェイクして止めてそれで壊すというね。ですよね、はい、落としてこう壊す。さあ、ご飯が楽しみですな。はい、オッケー。はい、私もそこまで落とします。ちょっとね、投げてもいいよね。はい、今船の下真っ暗やん。はい、それで向こうの明暗からこうずっと引いてきてもいい。はい、こうやってスピニングが投げやすいよ。めちゃくちゃ明るいとこよりちょっと暗くなったとこの境目とかね、はい、まあ明暗を。おお、一発そう、私もありで作っていいですか。こんな感じで。やっぱ赤なんですよ。赤なんですかね。赤なんですよ、これは。あ、でちょっとでかいんじゃないですか。ありがとう。よっしゃ、ありがとうございます。あれ、ちょっとでかくなってません。もうガンガン行き、じゃあ行きます。じゃあ行きます、はい、よし。やっぱ赤が強いですね、今が。多分違いない。異変を感じました。めっちゃ見たな。今3回ボトムから3回ぐらい巻いて、はい、ふわって刺してこうした時に止めて次のホール中、はい、そうそう。よっしゃ。はい、いや、もう何匹目やねって感じですよ ね。すごい。やっぱもうアームがいいんだ、すごい。外れたけど、すごい低い。重たいぞ。え、なんかめっちゃ軽かった。今の尺あったんちゃうんか。え、絶対そうですよ。絶対良かったですよね。めっちゃ引いてましたよね。やらかしたな。これはテラージが引いたという証拠です。見てください、このズレ具合。もう一回ぐらいこれ使いますか。え、方向変えたら使いますか。いや、の使い、わかりました。新しいやつ、ありがとう。新しいやつもズレにくいし、あ、そこ入る。わかりました、ありがとうございます。そこの、これがそこ、そこから70センチ。ついてるわ、ここ。来た。お、そこから肘70×3、270センチのところです。いや、耐えたぞ。やったぞ。った追加します、追加します。あとはサイズアップという。そうやね。あ、来た。来ましたね。ちょっとワームを変えてみました。何やったんですか。 UV パーティーってやつ。 UV パーティー、パーティー。じゃあ私 もう今日パーティーみたいだね。パーティーしたいですけど。 UV パーティーっていうカラーの。笑いが止まらない。爆笑。ちょっと私も UV パーティーやりたいです。名前がちょっとないですよ。ちょっとほら、画面になんか、はい、確かに緑とか青とか入ってるやん。海のミラーボールと、どれが好きか言うて、まあいろいろ入ってるから。はい、あ、ボイルしてんな。あそこ多分ジグタンで釣れるんだよ。すごいですね、ほんまにジグタンって練習しとく。あ、そうでしたよね。うん、からでも1グラムやったら届くやろ。多分すぐ食うで。ジグタンに変えました。で、2グラムで 2.5 インチのギムレットを使います。やっぱキャストかっこいいな。あ、かっこいいですか。かっこいいの嬉しいですね。さあ、果たしてジグヘッドリグで釣れるでしょうか。当たります。当たる。はい、乗らん。私は多分反応が遅いか。やっぱり2グラムやから、はい、勝手にかかれへん。ああ、軽いやつやったらシュッて吸い込むやん。はい、だから針がその、はい、吐き出す時にカッとここにかかるわけ、はい、でも重いから、シュッて吸い込みにくいから、はい、こう合わさんと
たった。当たった。よしよしよし。よしよし。あ、でもサバかな。サバっぽいかもしれない。これは？サバや。サバだ。まあ、アジじゃないんですけど持って帰ってもいいですよね。全然いい。美味しいですよね、このサイズは。はい。いただきます。よし。おお、すごい。やばい、爆笑爆笑。クリアのクリア UV かな。すごい。いいとこ当てる。はい。アイするまでやります。このリグで釣るんやったら根気よくじわーって向こう投げて、はいはい、多分塩どっち行ってんかな、左行ってんか。だからちょっと右目に投げて。落としてる。その時ちょっと糸出してやらないと、はい、そのままやったらずーっと上行くだけだから。なんかさっき15ですかね、やってたから、うん、すぐ沈むじゃないですか。これ全然沈んでいかないですね。あ、来た。来ました。お。もうでも当たった瞬間もうなんか、ま、回しちゃったんで。ジグタン？ジグタンやな。ジグタン、ジグタンです、ジグタンです。お。アジアジア、やったやった、アジアジ、やったジグタンで、ジグタンでアジア釣ってしまった。やばー、やってしまいました。いやすごいな。やった、これで私はもう、ね、一緒にバシコンします。えらい。有言実行。いいですね、とっても。お嬢さん、入れ食いですけど。入れ食いですね、ちょっとこれ早く私も一緒にやってダブルヒットという夢を叶えたいです。サバじゃない、アジア。え、でかないです。ちょっとだけでかいな。これ尺味ですよね、尺味。微妙やな。尺あるカモ味。29.5 ぐらいじゃん。もう 29.5。ダブルヒット私めっちゃやりたいです。絶対今日中に。待ってんねやな。今日中に。来た。来ました。やっ。あれです。やっぱりそこから行きました。そこから一回転でフワやな。はい。そこから一回転フワが来ました。それよ。元気がいい。元気が。でっかでっか。よっしゃよっしゃよっしゃ。ありがとうございます。28ぐらいじゃん。あと2センチ頑張ります。いやキャストしてフォームさせた方が食うかもな。あーせーのもうね、ここで見てパッて見て、あ、そうそう、シャグヤンっていうやつ。もう見るからにシャグヤンってやつだな。これシャグヤンちゃいます。これはちょっとマシかも。まあまあ、うん、いやでもちょっとワームの色変えて。あ、本当ですか。すみません。でも太いな。太い。やっぱり色を変えた瞬間に来るな。あ、来た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 来ました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 。オッケー。来た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 。浮かれない浮かれない。私は浮かれない。絶対に浮かれない。バラさないバラさない浮かれない。ありがとうございます。イエーイ、ダブルヒットー。やっと来た。もう裏テーマ完成ですね。裏テーマ完成。いやもう、え、しかも結構いいサイズじゃないですか。いいサイズだな。ねえ、うん、そう、嬉しいですねこれは。嬉しい。やったー。ダブルヒットだ。バチコン。マジでおもろい。おもろいな。お疲れ様でした。どうもお疲れでした。大量でしたね。いやー面白かった。バチコンめっちゃおもろいですね。おもろいおもろい。ワームもめっちゃ使いましたね。使ったな、いろいろね、はい、クリア系がやっぱり言ってた通り良かった、はい、ね、やっぱアジにも、はい、人間も飽きさせないように、はいはい、じゃあこの放送が流れる頃には、うん、アジはどんな感じになってますか。多分今よりもうちょっとあの稼い上がっていてよく釣れるように、はいはい、で最終的には4月5月になったら、はい、もう、ギガアジって言って 40センチ超えるようなアジが釣れるらしいんで、はい、あ、そうなんですね。じゃあもう今日釣れへんかった30センチをもう軽くに超える大きなやつが釣れる、はい、ということらしい、うん、果たしに2人で。あ、そうやね。はい、またぜひよろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。
いや本当に爆鳥真冬な羨ましいなこれ。なんだかちょっと面白いですね。ね、はい、では今回のヒットルアーのご紹介。まずはこちらギムレット2インチと 2.5 インチです。この切り型のテールが特徴で、水流やラインテンションの微妙な変化で勝手に動くほど敏感なんですよね。はい、余談ですが丈夫でちぎりにくいので何回も使えてコスパ最高ですよね。続いてロッドでございます。ストルティセンセーションネオ 70LS です。はい、6グラムクラスのライトキャラダができるおかっぱり用のサワーなんですが、粘りのあるバットとベリー、そしてソリッドティップを搭載しているので、今回みたいなバチコにも使える便利なレッドですよね。ですね、はい、これはここにありますけどね、これ一本のですよ、お子さん、おかっぱりも、ね、バチコもできるという、はい、これはお得ですよ、ね、あと、まあ、ロッドも重要、そしてあと棚も大事ですね、はい、あのスピニングであの1回巻いて何センチかって大体分かれば、はい、それで計算してすれますよね。今回、まあ、そうカウントはなかったんですけど、はい、まあ、それを計算すると分かるということで、はい、あのナビちゃんちょっと計算間違ってましたけど、まあ、計算できてもすれますから、はい、計算できる、まあ、大体こんな感じで覚えておいたら、ね、はい、そういうことですね、はい、ヒットポイントはこちらでございます。さて今回のポイントはこちら、初心者でも冬に爆鳥を味わえるバチコンアジングです。そうですね、仕掛けもシンプルで真下落として誘うだけなので比較的初心者でも始めやすい釣りですよね。はい、あとこれ注意点が何かありますか。あのバチコンのできるタックルを持っていくのはもちろんですが、はい、最近のワームの当たりカラーやサイズを事前に船長さんに聞いて用意していくのが重要ですよね。なるほど、はい、まあ、船長さんはあの言うたら一番現場のことを知っておられますからね、釣り方分かってますし、まあ、皆様方もね、行かれる方はちゃんと船長から情報を聞いてね、はい、するとグッと調子が上がるということなんですね。情報収集。いや今回の爆釣羨ましかったな。思いますね、はい、はい、本当に。ということでナミちゃんからね、このアジの料理をした写真が来ました、はい、こちらでございます。なんとなんとアジのムニエルとお刺身だそうでございます。頑張ってますね。頑張ってます、はい、本当に。さて来週はトラウトでございますね、忍者先生ことですね仙道隆さんと滋賀県の管理釣り場でエリアトラウト第2弾でございます。そしてですね、フィッシングショー情報ももちろんお届けします。なかなか良いコンビでね、はい、来週も面白そうですね。どうなるのか、はい、それでは来週までさようなら。第3ポンドは貸し切りですね。貸し切りです、ね、今のところ今回はね、でもね、はい、大物も結構入ってる釣り場さんなんですよ。本当ですか。あ、よし、オッケーオッケー、よしよしよし、はい、せーの、よいしょ、やったぜ。ありがとうございます。いいサイズよこれ。いや、やったじゃん。朝早く起きた甲斐が。